景が何もわからない。今回は大阪京都1泊2日旅行に行きました。とあるヴィンテージショップさんに、新しくオープンするショップにぜひ遊びに来てくださいというふうにご招待いただいたので、そこに向かって行きたいと思います。楽しみ。ちなみに結構ノープランで来てるので、まあ、ちょっと気になったところあったら行きつつ、まあ、でも美味しいご飯は食べる予定なので、そこはしっかり決めてきました。楽しみ。ということで到着いたしました、アウラロンドンヴィンテージさんです。めっちゃ可愛い。難波駅から本当にすぐ着きました。ちなみにこのお店は、4月27日にオープンしたばっかりのお店になっております。中もすっごい可愛い。こんな感じ、なんかロンドンのブランドを立ったり、ロンドンの文化を詰め込んだお店っていうのがコンセプトらしくって、このお店はバーバリーとヴィヴィアンを主に置いているそうです。すごい可愛い。あそこにさ、この前私がロンドンいた時に感動した、あのアンダーグラウンド、地下鉄のマークのモチーフのやつがあったりして、めちゃくちゃ可愛い。こっちにもテレフォンボックスがあります。こっちにレコードがあったり。今から私も気になるものもすでに何個か見つけているので、見ていきたいと思います。お上品なお洋服が多いですね。メガネめっちゃ可愛いなと思ったんですよね。最近こういうちょっと細めのメガネとか、どうですか？うん。すごい、この、これやばい。え、合ってる。うん。めっちゃおしゃれ、うん。ちょっとなんかパープルっぽい感じのフレームで。可愛いですね。これとかもさ、最近流行りのフレームなしの。こんな感じ。可愛い。バーバリー、こういうのってあんま見つけようと思っても見つけられないですよね。こういうちゃんとしたなんかブランド物のやつとか、しかもお値段もほんとね、そんなに、うん、そうそう、もそんなにしないっていうか、びっくりした。普通にそうそう、思ったよりも買い求めしやすいと思って、うん、そう、バンティーもあるって言ってましたね。めっちゃ可愛い。お店の中もほんとに海外っていうか、ここ大阪じゃないですか。大阪にいることを忘れるぐらいのほんとに雰囲気がすごいあって、最近私半袖のシャツ欲しいんだよな。絶対可愛い、これも、うん、可愛い。ちょっとタイトめで定番の柄ね。チェック可愛いですよね。可愛い。なんかお上品だけど、うん、カジュアルにも着れる。え、このパンツも超可愛い。またパンツ好き。え、これ超可愛いですけど、ちょっとフレアでローライズ、うん、綺麗な形、めっちゃ可愛いね。超綺麗、本当に状態も、え、13,800円ですよ。安っ、安っとか言っていいのかな。お得だね。よろしくないかな、ね、ちょっとこれ後で試着したいかも。かわいい。お上品。お上品ですね、うん、いいな。なんかこういうところでちょっと買い揃えて、ちょっと上品なところに行ったり、うん、バッグもめちゃくちゃ、バッグめっちゃかわいいですね、うん、種類の多さがすごい。地形もかわいいですね。一見バーバリーって分かんないぐらいの、うん、こっちはそのさっき言ってたっけ、スポーティー系の。ロンドンも多分サッカーがすごい有名なので、ユニフォーム系もあります。かわいい。最近やっぱこういうのトレンドだから、ね、流行ってる、うん、しかもなんかこういうのってあれなんですよ、めっちゃ大きいのとかしかなくって、だいたいヴィンテージショップとか行っても、もうこれすごいジャストな感じのサイズ感とかで、かわいい、着やすそう。すごい、これ首相と丈の、かわいい。開けれない。あ、トップスかも。リメイクっぽい。うわ、いいね。え、かわいい、かわいい。これベッドベリーか、普通にお買い物したいかも。あ、ポロシャツもめっちゃある。なんかあんま見ないような異素材のものとか、綺麗ですね、本当に全部、うん、なんか置いてあるもの。すごい、なにこのブーツ、やば。すっごい、洋服だけじゃなくてアクセサリーもめちゃくちゃあります。超かわいい。ビビアンがメインですかね、アクセサリーは。この肉やばい、
ね、超立体的になってる、かわいい。いいですよね、ヴィンテージって天物じゃないけど、うん、そういう珍しいデザインのものとかもあるから、いいですよね、巡り合わせ。かわいい、シューズもたくさんある、おしゃれ。ちょっと気になってるものいくつか試着させていただこうと思います。やっぱこのデニムが気になっているのと、あとこのシャツもすごい可愛いなと思って、一緒に着ても可愛いですよね、うん、ちょっとこれ試着させていただきます。いいですか、はい、お願いします。ありがとうございます。じゃーん、着替えました。やばい、ジャストフィットすぎてめっちゃ可愛くないですか、この形ほんと綺麗すぎて、パンツですよ何よりも、うん、めっちゃ可愛い、丈もちょうどいいし、後ろから見てもめっちゃ可愛くないですか、うん、可愛い、バーバリー、お尻、お尻、可愛い、このさ色もめっちゃ可愛いですよね。靴も履かせてもらいました。私こういうシューズ履いたことないから新鮮です、めっちゃお上品ですね、うん、なんか動作がちょっとお上品になっちゃうかも可愛い、マジこれも可愛いですよね、めっちゃ。どうですか、いいね、いいですか、いい女なんかすごい知的に見えるかも、うん、お上品ね。ちょっとさっきのリングも私気になってて、これなんですけど、はい、なんか見たことないデザインで、確かにそうですね、なかなかないですね。ありがとうございます、かわいい、すごいかわいい、こんな感じになってる、かわいい、かわいいですよね、見たことないこんなの悩んじゃう悩んじゃう。これもヴィヴィアンですか。そうです、ここにいるじゃんね、チャームついてる、かわいい、うん、かわいい、全部身につけてるちなみに今こっちがロンドンのそのコンセプトのお店なんですけど、もう1店舗隣、本当に真隣に同じ4月27日にオープンしたアウラーニューヨークヴィンテージというところがあって、そっちもすっごい素敵なので、そっちも行きたいと思います。レッツゴー。じゃあ続きまして、こちら本当にさっき行ったお店はこっちなんですけど、真隣にあるアウラニューヨークヴィンテージさんに行ってみたいと思います。ここも超可愛くて、お店の雰囲気、外観もすっごい可愛い、ここだけちょっとなんか雰囲気違いますもんね、うん、そうそう、もはやじーん、すごい、さっきとはちょっとまた違った感じの、すっきりとした感じですね。こっちは、こっちはティファニーのアクセサリーを置いているそうです。洋服はなくて、本当にもうティファニーのヴィンテージのアクセがあります。やっぱティファニーと言ったらな、このハートのモチーフのね、うん、可愛いですね。最近私シルバーのアクセサリーがちょっと欲しくて、ちょうどいいじゃないですか。やっぱシルバーって言ったらティファニーのイメージあるから、友達でも結構つけてる人多いし、うん、綺麗ですね、ここ綺麗、本当に憧れますよね、こんな時計、ね、ここめっちゃ素敵じゃないですか、社長めっちゃかっこいい、憧れますね、うん、この憧れる。あ、これは90年代2000年代に発売されたモデルらしいです、ちょうど私ぐらいが。なんかこんなに種類があるの、ね、普通のお店知らなかったかも。やっぱ昔のデザインが変えるっていうのもいいですよね、ヴィンテージ。かわいい星がぶら下がっている、うわ、これは悩みますね悩みますよ、これは全部可愛い、こっちもめっちゃ可愛いんですよ、なんかちょっとゴツゴツした感じとか、太めなリングとか。一応おすすめがここのアトラスと1837というデザインに、アトラスがニューヨーク本店に掲げてある時計が永遠の時間っていう意味がある時計なんですけど、それをモチーフにしたデザインになりますと、だから数字っぽい、そうですそうです、はい、数字が刻まれてて、ここが1837なんですけど、ティファニーの創業年数が刻印された今でも現行で販売のあるモデルになってますね。へえ、かわいい、なんかブラックみたいな、ね、チタン素材になってすごい軽くて、すごい、あ、軽いんですね。あとはシルバーとゴールドアクセ迷ってる方は18金とシルバーのミックスのものに、先端は18金になってて、現行で販売がなく、もうヴィンテージでしか手に入れることができない。そうなんだ、すごく希少価値が高い、今結構人気のデザインになってます。聞か
ないと分かんないですね、うん、分かんない、分かんない、ありがとうございます一緒のものですもんね、こういうジュエリー系は。気になるのは、ね、気になるのどうしようかな、ちょっと悩むんですよ、本当にありすぎちゃって。でもブレスレットかな、指輪はいっぱいあるからね指輪まだ欲しいですけどね、この辺のバングルとかもちょっと気になるかも。これもつけてみて、はい、もちろんです。一番左のハンコで、はい、真ん中の列の一番右の、はい、一番右のやつです、はい、はい、それが多分出てるだけになっちゃいますね。ぴったり、かわいい。もうちょっとカーブしてても大丈夫だったらワンサイズ大きい。あ、ありがとうございます。あ、かわいい、これもなんかちょっと違う、うん、結構ラウンドに、こっちの海が、これはこう通す感じですよね、はい、と、あ、その通るのすごい、ね、どうやって入れるかな、どうやって入れるんですか、これ普通にシュッて入るもん、シュッて、なんですけど、元気感が持ってきます確かに、外観サークルつけられる、サークルとハンバターで違う、サークルで、はい、ありがとうございます。かわいい、かわいいよ、初めてつけた私これ、ずっと気になってたけど、マリの、うん、人気です。かわいい、かわいい、このゴツゴツとした感じもいいですよね、うん、これからの夏に本当に良いです、かわいい、わー悩んじゃう、下のやつもちょっと、はい、見てみてもいいですか、かわいい、これで9号になるの、ちょっとちっちゃい、ありがとうございます、うん、珍しいね、ちょっと黒っぽい感じ、うん、かっこいい、なんかかっこいいね、ブラックのリング素敵ですね。ネックレスもちょっと気になる、うん、これつけてみていいですか、はい、左か2番目、はい、こちらで好きそうバレちゃってきてる好みが、すごい、そんなの、これリングだったとかじゃないですね、あ、そうなんですよ、そんなの、潰してってことですか、あの、全然普通の薄いシルクのスカーフとか持ってたら、スカーフとか、あー、なるほど、止めるんですね、これも、かわいい、うわ、いいじゃん、あんま見ないかもしれない、うん、見ないね、大変ですね、大変ですよちょっとここの本当に近くに、今回ロンドンとニューヨークだったじゃないですか、じゃなくてパリとかミラノとか他の国のコンセプトショップというかもあるそうなので、お邪魔してみたいなと思って案内していただけるそうなので行ってこようと思います。ということで着きました。マジでさっきのお店から1分も経ってないぐらいじゃないかなっていうぐらい近かったんですけど、こっちの黒い方がアウラパリヴィンテージで、あっちの白の方がアウラミラノヴィンテージさんです。ちょっとお邪魔したいと思います。足めっちゃ長く見えそう、それ。じゃあなんとお買い物をしちゃいました。キャー、嬉しい。私はブレスレットをあまり普段しないんですが、すごい気になっていて、もうこれから夏っていうのもあって、このティファニーのブレスレットをゲットしちゃいました。そしてなんとこちらは私が気になっていたものをご好意でくださいました。ありがとうございます、本当に嬉しい。ホテル着いたらちょっと紹介しようかなと思います、うん、はい、ということでアウラヴィンテージさんにお邪魔してきました。もう超素敵なお店でした。本当に何よりもやっぱコンセプトというか、国ごとにいろんなブランドが揃ってるっていうのもそうだし、内観も外観も可愛かったし、商品の状態が本当によくて綺麗で、しかもお値段も本当にお手頃な価
覚だったので、ぜひ行ってみてください。大阪に住んでる人もそうだし、なんか旅行しに来たっていう方も、私も結構旅行先とかでヴィンテージショップとか行くの好きだったりするんですけど、ぜひ行ってみてください。今回は心斎橋の雨村の近くだったんですけど、キャリーの音うるさいよね絶対そう、心斎橋のとこだったんですけど、梅田にも本店があって、そっちはカフェもあるらしいので、ぜひ行ってみてください。で、私たちは今お腹がもうペコペコで、さっきからお腹が鳴りまくってるので、お昼ご飯を食べに行きたいと思います。私は家族と前行ったお寿司屋さんがあって、そこがなんか同じ店舗か分かんないんだけど、ネタがすごい大きいんですよっていうのが有名なところなんですけど、そこがちょっと近くにあるので行ってみようと思います。来た大阪。こっち向いた。到着しました。イエーイ、届きました。やば、何してるの、キール。なんか綺麗ですね、すごい。届きます。パンまとめてくるから一個ずつ来たから、ね、すごい。いや、まさかあれなんじゃない、一人で食べるって思わなかった。何が一番好き、その中で、ネタ的この中ですか、うん、この中だったらマグロかな。なんか大人になってマグロの美味しさに気づいた。やっぱなんか二段の赤すごい赤を比べたら、赤を比べたらなんかちっちゃくないの、でかいよ、めっちゃ。え、これ一口でいけるかしら、上食べて値段かいただきます。うん、おいしい。こちらのそうそうそう、じゃあ実質4か食べれるかな、でっか、やばい、うん、うん、バイバイ。パパね、パパいくよ、バイバイ。京都のホテルを予約しているので、とりあえずそのホテルにチェックインしようと思うんですけど、その前に抹茶ラテがどうしても飲みたくて、なんかちょっと気になるところを見つけたので、そこに行こうと思います。ということで到着しました。やばい、最高すぎる、この空間めっちゃいい。何なんだろうあれ、松かな、松ってこんなちっちゃいすごいシック、こんな感じで。テレビもめちゃくちゃ大きい。なんとこのホテルはじゃーん、洗濯機ついてる、すごい。
冷蔵庫、電子レンジ、ケトルとか、食器もある。すごい、料理できる。あ、お抹茶立てるやつもある。かわいい器。ルームウェアもあります。金庫もあるし。これがトイレかな。ね、どうやらです。お風呂入りますか。すごい、やばい。うわ、すごい。最高。キヤ、最高じゃないですか。これ木が見えるんですよね、確か。ちょっとこの中からさっきの松が、ここが見える。ちょっとあっちから見える。見える見える。あ、見える。すごい、シャワーもしっかり。おしゃれだな。はい、このような感じです。やばい、素敵。全然です。マジで最高すぎ。嬉しい、見つけられた。いい、最高。眠っちゃうな。あ、でももう17時17分か。あと1時間か。今からアウラさんでいただいたものを紹介します。あ、でもほぼもう動画に映ってたか。バレバレだったかな。じゃん、バーバリーのパンツ、めっちゃ可愛い。本当にこれ嬉しい。ぴったりだ。いや本当に、しかもストレッチ効いてるから本当履きやすくてぴったりで、色も超可愛いし、私この色のデニム持ってないから嬉しい。めっちゃ後ろも可愛い。いや、ほんと可愛い。後ろのすごいライティングがおしゃれな。商品紹介には向いてないライティングしてる。こちらのパンツ嬉しい。ありがとうございます。本当になんか好きなものよかったらって言って、あのロンドンヴィンテージの方とニューヨークヴィンテージの方で1点ずつ選ばさせていただきました。これとじゃーん、キャー、明日つけよう。このティファニーのネックレス、店員さんも似合いでしたって言ってくれたからこれにしました。嬉しい嬉しい嬉しい。で、これは自分で購入したブレスレット。なんて充実した日なんだ、今日は。ありがとうございます。でもまだ私たちはここから楽しみがあるんです。ご飯なんですよね、今回の。今回の地方旅行ではテーマ美食会。いつだって食です。私といたら食になる。いや、私といても食になるんで。京都にいろいろね、気になってるお店があるということで京都に来まして、気になってたところを予約して、楽しみ。でも一番気になってたとこは行けなかったですけどね。あそこちょっと挑戦したい、もう一回、ね。あ、そうね、このホテルのメインというかが日本酒があのラウンジにあるんですけど、それもなんか飲み放題とかで飲めるので、せっかくならするものみたいに話してて、息子は9時までだからどうしようかなっていう。持って上がれるの、持って上がるとか。うん、え、日本酒ってどうなんだろう。なんか悪くなっちゃうんですかね、置いといたら。蒸発みたいなするのかな。まあ微妙な時間だな。玉ねぎあられ、こちらが日本酒。すごい、プッシュで出るんだ。あ、書いてあるんだ、うん、ワイン、酵母コースターとしてくれるから、おしゃれ。なるほど。私は大吟醸。綺麗なグラス。どれどれ。右？一番右じゃない？そう。これか。これか。同じなの。こちら。じゃあちょっと。え？あ、やっぱボニーちゃんですね。おしゃれな着方してる。いや、ちょっと見えた方がいい。何この大人な楽しみ。乾杯。うん、おいしい。もうあともうほんと全部飲んでる必要もないけど、ま、え、どっちもめっちゃ飲みやすい。ほんとだ、めっちゃワインみたいな。フルーティー。もうえ、でもワインよりも絶対ですよね、度数高いですよね、うん、結構こうアルコールって感じ、うん、クワーってくるの、もうこの量で性格、うん、え、これちょっとさ、やっぱ全部飲みたい。あ、火がついてますね。
え、なんかあんま飲む機会ない。お店とか そうですよ、ね、こんな一杯が軽々しく頼めないですからね。はい、ということで今から夜ご飯のお店に向かいます。もう最高すぎる、今のところ本当に最高。街並みが本当にいいですね、京都ね。のんびり、なんかシックで、色合いも落ち着く色合い。ちょっとこっから20分ぐらいなんですけど、時間がやばいので急ぎで行きます。お腹も空かせないといけないので一番そこ急ぎ目で向かいます。楽しみ。めっちゃいい雰囲気、風がいいな。すごい良い。すいません、こっちでした。私はこっちを見てました。うどんにこんな人生かけてる。予約をさせていただきたくて電話したんですけど、2人でなるべく早い時間がいいなと思ってるんですが。はい、10時20分ですか。はい、あ、大丈夫です。大丈夫ですか。はい、じゃあ10時20分でお取りしますね。はい、お名前いただきます。はい、ではお待ちしております。お電話ありがとうございました。はい、ありがとうございます。失礼します。はい、失礼します。すごいで言ったけど時間がないですよね。だって20分ぐらいかかるよね。5回ですか。急に焦る。10時半とかにしてからよかったかな。36分だから。えっ、こっから。うん、バッタな。やばいやばい。歩きですね。うん、歩きです。でも電車でも25分かかる。キャー、行かれよ。あと30分しかないの。まあ最悪、まあ戻ってきてさ。そうですね、うん、早いからめっちゃ未完成だ。いつか。すごい、イエーイ、勝ち取った。にしても意外と早かった。早く行く人おらんのかね。か、あの、そっか、ビルに裏でちゃんと動画を収めた。はい、お腹すいた。食べて。食べた。200回ぐらいかけて取れたよ。おはようございます。あ、コンさん。さっきほど見てもらったようにですね、私たちはうどん屋さんの予約をするために朝9時から2人で400回ぐらい電話かけまして、勝ち取りました。勝ち取りました。嬉しい。なんか友達がおすすめしてくれたので絶対行きたいと思って。しかもめっちゃ美味しそうですよね、うん、超人気店でなかなか予約難しいらしいんですけど、勝ち取って早めの時間でお願いしますって言ったら出るまで計算してなくって
超猛ダッシュで準備をして、なんとか完成して今向かっております。楽しみ。ごぼうかな。いいか、巻きましょうよ。思った、一個ずつ頼んで。そうしよう。人生で一番レベルでうどんのコシがやばくて、弾力がもうありすぎて、もうめちゃくちゃ噛むからそれでもお腹いっぱいになるし、普通に量もすごいあるし、天ぷらもすごい揚げたてで美味しかったです。これはちょっと価値あるかも、行ってみてほしい。みんなにも電話頑張ってもらって。店員さんたち、あ、そうだ、そうそう、なんか店長さんっぽい方がすごいいい人で、一人ずつなんか食べてる時も食べ終わった後もお礼を言いに来てくれて、ありがとうございますみたいな、こちらこそありがとうございますって感じで、すごいいい気持ちでしたね。うん、ぜひ山本さんなのか分かんないけど、ぜひみんなも行ってみてください。ということで、私たちはもうチェックアウトの時間が迫ってます。今11時で12時チェックアウトなんですけど、ここからまた40分ぐらい歩くので、でも消費できるし、そうそう、夜のために、そう、夜も5時から夜ご飯を予約しちゃっているので、とりあえず歩いて行きたいと思います。ギリギリです。後ほど。いいですか？あ、見えますか？見えませんね。あ、見えました。ちょっとお休みします。消化中。
最高な道だ。めっちゃいいここ。すごい、京セラ美術館に来ました。ということでですね、今結構いろいろ眩しい行きたいところに行ってきました。でいろいろお土産とかも買ったり、美術館も行ったりして、とっても楽しく観光しております。で今もう4時半でディナーをね5時に予約しているので、そこに歩いて、またまた歩いて向かっております。超歩いてますよね、うん、累計時間何時間だろうっていうぐらい歩いてるんですけど、いい運動で、食べるから運動するっていう感じで頑張ってます。今日も昨日と同じ感じでビストロっぽいご飯屋さんなんですけど、今日の方がちょっとなんか京都っぽい感じの雰囲気のところを見つけて予約したので、そこに行きたいと思います。もうラストぐらいですよね。もうラストだね。本当に寂しいけどめっちゃ楽しかった、充実。今日もぐっすり寝そうです。ということで最後の締め、美味しいものを食べてきます。バイバーイ。